山本周五郎咲く、落ち武者日記。もう行けない。優八郎、下ろしてくれ。何を言う大畑優八郎は、叱りつけるように叫んだ。ここまで来て、そんな余音を吐いてどうするんだ。元気を出せ。沢山まではどんなことがあっても行くと言ったではないか。いいか、石にかじりついても、 頑張るんだぞいやダメだ頼むから下ろしてくれほとんど担ぐように肩へかけている田口義兵の腕が急にぐにゃっと力をなくしたそして優八郎が肩を突き上げるようにすると義兵の体はそのままずるずる抜け落ちそうになった「おい田口おい!」 勇八郎は驚いて、左手にある竹藪の中へ入っていって、友の体を肩から下ろした。もう、身を支えることもできないと見えて、濡れ雑巾のように倒れ伏すのを、勇八郎は助け起こしながら、何度も名を呼び立てた。しっかりしろおい頼むし無念だ、俺は。 義兵は、暗みゆく意識の中から、不意にしゃがれた声で、大きく叫んだ。俺はお忘れないぞ。金吾中南言犬め。松尾山の裏切り、無念だ。無念だ。義兵、声が高いぞ、声が。肩を掴んで揺すりながら、優八郎は、ふと藪の向こうで、 何か物音がするのを聞き止めた。関ヶ原の敗戦からすでに三日、追求の手の厳しい関東軍の網の目のように貼られた手配りの中を、世も日もなく逃げ回ってきた神経は、野獣の本能よりも鋭く、危険を嗅ぎつけることに慣れていた。誰かがそこにいる。かさっとも動かぬヤブの彼方に、 じっとこっちをうかがっている者の,の姿が、優八郎にはありありと感じられた。それで強く義兵の肩を掴んで引き起こそうとした。田野口、もう一頑張りだ。立ってくれ。返事はなかった。おい、田野口、義兵。耳へ口を寄せて読んだ。 それから相手の口元へ耳を押し当てた。呼吸が耐えていた。優八郎は慌てて腹帯を解き、鎧の胴を外してやろうとした。するとその途端に野望を押し分けてくる人の気配がした。見つかった物音は素早く近寄ってくる。ぎえ。 冥福を祈るぞさらばだ優八郎はそう囁いて、静かに義兵の、もう命の失せた泣き殻を横たえると、近寄ってくる物音とは反対の方へ、懸命に逃げ出した。気づかれたそっちへ逃げるぞ後ろで叫び立てる声がした。外から回れ鉄砲鉄砲だ 噛みつくようなわめきが、後ろからと左手から、押しつむように響いてきた。そして、ピシピシと竹の折れる音に続いて、不意に右手で銃声が起こった。ダーンダーンダーン優八郎は思わず足を止めた。そして、押しつ,つんでくる物音の方角を測ると、とっさに身を翻して、やぶのまばらになっている一点へと走り出した。 ダーンダーンめくらうちに打ち立てる銃声とともに、竹林を走る玉のカラカラという乾いた音が、優八郎の左右を襲った。くそ彼は夢中でかけた。藪が尽きて、二十歳が現れた。それから、雑木林の丘を越えると、 再びヤブに突き当たった。優八郎は自分の体を叩き込むように、そのヤブの中へ飛び込んでいった。どの辺りで敵を引き離したかわからないが、とにかく追跡の手を逃れたことは確かだった。かなり遠く、それもずっと右の方で銃声が聞こえたきりで、辺りはひっそりと物音もない。 もう大丈夫だ。そう思うと同時に、失踪してきた疲れと、胸膜を突き破りそうな息苦しさに耐えかね、彼はそこへ仰向け様に打ち倒れた。そしてしばらくの間はただ、恐ろしい息苦しさと戦うだけが精一杯だった。かなり長い時が経った。 呼吸が少しずつ静まってくるにつれて、痺れるような全身の疲れが打ち勝ちがたい力で彼をトロトロと眠らせた。しかし、まぶたが落ちるよりも早く、鮮やかな幻想が彼の脳裏に蘇ってきた。それは今から三日前、すなわち、慶長五年九月十五日、 関ヶ原に展開された合戦の、ある、忘るべからざる一瞬の記憶であった。目も開けられぬほどもうもうと、渦巻き上がる土煙りだった。夜明け前から始まった合戦は、馬の国に至って、今、その最高潮に達していた。押し寄せ、揉み返す陣馬の教官が、打ち合う立ち。 槍。あらゆる武具の強音とともに、凄まじく三夜を震撼していた。敵味方の旗差し者は、まるでススキの穂波のように、土毛振りで茶色にぼかされた戦場を、縦横に入り乱れ、押し返し、波を打ちつつ、次第に東へ東へと移動していた。味方の勝ち目だ見ろ 徳川家康の本人が崩れ出したぞ。最後の一押しだ。みんなそう信じた。事実、混沌としていた乱軍の形が、今や、最も微妙な、勝敗の分水嶺に上り詰め、石田軍はまさに、勝利の一瞬を我が物にしたと見えた。実にその時であった。 味方の右翼から目に見えぬ一種の波動が電撃のように全軍の上に脈打ってきたと思うと最も恐れていた叫びが人々の上で炸裂したのである小早川殿が裏切った金吾中南吾殿が裏切った松尾山に陣を張っていた小早川秀明の軍勢がその時騎馬隊を先頭に 味方の大谷行部吉継の陣の側面へ流れを打って殺到してきたのだ。憎むべし、金吾秀明が裏切った。まさに勝利をつかもうとしたときに、そのときに、小早川秀明が敵へ裏切ったのだ。ああ。自分の口から出た呪詛のうめきで、 勇八郎ははっとまどろみから覚めた。秀明の犬め、死んでも忘れんぞ。臨終に叫んだ義兵の声が、生々しく耳の奥から蘇ってきた。いや、義兵一人の声ではない。石田三成の全軍の少子、少量と暴君とが、声を合わせて叫ぶ、呪詛の叫びだ。 あたりは死んだように静かだった。仰向けに倒れている優八郎の目は、枝を差し交わしている竹藪の上に、高く高く星が瞬いているのを見た。ああ、星が美しいな。優八郎はそっとつぶやいた。ご主君は今、 どこでこの星を見ておいでなさるだろうか。古太鼓の恩に報ゆるため、義軍を起こして一杯ぱ地にまみれ、味方はちりじりばらばら、首相ミスナリも身をもって戦場をしていった。主君に会いたい。主君の先導を見届けたい。そして、沢山城に入って、 もう一回戦。そう思って、優八郎と義兵は、落ち延びてきたのだ。そうだ。こうしてはいられない。彼は身を起こした。主君を探さなければならん。沢山城へ急がなければならん。体は、私のように疲れていた。 骨の節々が砕けそうに痛む木がとかきで目がくらむようだった彼は野ぶを分けて歩き出した西へただ西へ向かって歩いた後ろから出た月がいつかしら前へ回った下草や草の葉に が光り始めた。林を通り抜け丘へ登り畑を歩いた溝を渡ったやがて空がしらみ始めてきた夕八郎はふとぎょっとして足を止めたすぐ目の前に木の蚊も新しい考察が当たっているのを見つけたのだ。 彼は近寄ってみた。きっと申しつかわすこと。一つ、石田事部、備前最相、島津三人、虎駅たるにおいては、お引き物のため、そのところのものなり、兵隊無役に下さるべき胸、恩を着て候こと。一つ、右両三名、 捕らえ候こと、ならざるにおいては、打ち果たし申すべく騒楼。当座の引き物として、金数百枚下さるべき旨、丰せいでられ候こと。一つ、その谷中、差し送り候においては、路地ありように申し上げるべく騒楼。隠し候においては、 そのもののことはモースに及ばず、その一類、一在所、極時に仰せつけられるべく揃をこと。右の通りに揃う間、おいおい、ご中心申し上げるべく揃ろなり。九月十七日、田中兵部大夫もうこんなところまで。 勇八郎は呆然とした。こんなところまでもう手配が回っているとすれば、主君の身の上はどうなったことかわからん。沢山へも行けるかどうか。いや、ここでくじけてはいかん。彼は自分を知ったした。一目でも、ご主君に会わぬ限り死んではならん。どんなことをしても、 沢山城へ入るのだ。どんなことをしても。突然として起こった馬蹄の音に、はっと我に帰った優八郎の背後へ。落ち武者だみんな出会えとあめきながら、三気の武者が馬を煽って殺到してきた。優八郎は本能的に太刀を抜いた。抜きながら右手の深い草林の丘へ、 ダットのように飛び上がっていった。一息を丘を登ったところで、わっというような叫びとともに、追い詰めてきた者が、後ろから槍を突き出した。穂先が外れた刹那後ろ手に切り払った優八郎の足が、偶然にも相手の両眼を見事にないだ。その時優八郎は、ギャッと悲鳴を上げて転げ落ちる相手の後ろに、 斜面を登ってくる三人の武者たちの大きく見開いた目と何かわめいているらしい串とがなぜかしらひどくはっきり目に映った。草林に包まれた丘は何段にもなって次々と高く広がっていた。優八郎は茂みを茂みをと狙って斜に群に登った。追っ手の声は いつか遠くなった。どのくらいかけたであろう。断球の頂きへ出て、それを見え、松林の中をしばらく走ったと思うと、左手に軽流の音が聞こえてきた。水だと気づいた途端に、昨夜からの渇きが恐ろしい力で喉を締め付けた。水だ水だ 半ば夢中で、音のする方へ丘を降りようとした。そこは、熊笹の藪だった。浮き足で降りるところを、その笹へ踏み込んだので、ずるっと滑った。ああと叫んで、笹を掴もうとしたが、物の具をつけている重みで、そのまま、ずずずずっと滑っていく。どうする間もなかった。 体が宙に浮いたと思うと、断崖の外へ、マりのように落ちていった。大地に体を叩きつけられたとき、ハチロは、その衝撃を確かに感じた。しかしその後は、まるで覚えがなかった。ジンガネや貝の音が、潮騒のように遠く近く聞こえた。 松尾山から押し下る中納言秀明の軍勢の旗差し者のひらめくのが見えた。裏切り、裏切りという味方の者の,の絶叫が耳をつんざくように響いてきた。金吾秀明、犬め。混沌とした意識の底から、うつつよりも鮮やかな幻の声が、 またしても生々しく蘇ってきた。その声で優八郎はふっと意識を取り戻した。もし、もしお武家様。声は前よりもはっきりと聞こえた。白い顔と美しいマイトが優八郎の目に映った。 彼は夢のようにそれを見ていたが、やがて自分の眼前に、一人の若い娘がいることを認めた。いかん。気づいて彼は、ガバと跳ね起きた。いや、羽を着ようとして、背骨に伝わる鋭い痛みのために、うめき声を上げながら転倒した。危のうございます。娘は、 誘われるようにはせよって、優八郎の肩を抱いた。柔らかく、温かい娘の体は、優八郎にわかるほど、わなわなと震えていた。お立ち遊ばしてくださいまし、すぐそこに、私の家がございます。ここでは、人目にかかるといけませんから。主将 石田軍の宇宙途だ。よくわかっております。拙者に関わっては、あなたに迷惑がかかる。もしその気があったら、ここにいたことだけを多音しないでください。よくわかっております。娘は、聡明な瞳に、涙さえ浮かべながら、優しく頷いていった。でも、 おけがをしておいでのようですし、このままではどう遊ばすこともできません。私の家は里からも遠く、家には病気で寝たきりの父一人しかおりません。決してご心配遊ばさずに、せめてお傷の手当なりとしていてくださいまし。かたじけない。 涙を浮かべた娘の目を、ハ八郎は泣きたいような感謝の気持ちで見上げた。初めて見る瞳とは思えなかった。真実のこもったその声も、初めて聞く声のようではなかった。では申しかねるが、ご真実に甘えて。さ、あ、私の肩へおつかまりくださいまし。 い,いえ、のそたちでございます。どうぞご遠慮なくおかかりくださいまし。娘は丸い肩を、かいがいしく男の脇の下へ入れた。優八郎は歯を食いしばって立ち、言われるままに娘の肩へもたれかかった。崖の下を少し行くと、 渓流に沿った岩の上に水手置けと荷い棒が置いてあった。娘はそこへ水を汲みに来て彼を見つけたらしい。それから右へ、つま先登りに二十軒ほど行くと、道は泡畑の前へ出た。熟した蚊の見事になっている柿の木が十四五本。 その間を抜けるとすぐ、高い風置きの木に囲まれて、貧しげな農家が一棟へ立っていた。ここでございます。むさ苦しシございますけれど、どうぞ我慢遊ばして、とんだご造作をかけます。もうそんなご遺釈はおやめくださいまし。言いながら娘は、 ほとんど男をかすぎ上げるようにして、庭へ向いた縁側へとかけさせ、ふと優八郎の目を見て、明るく微笑した。おや、この笑顔は。優八郎は一瞬ドキッと胸をつかれた。見た顔だ。どこかで見た笑顔だ。そう思ったのである。すぐ、 おすんぎをもってまいります。ゆうはちろうの行使にあって、娘は、眉のあたりを染めながら、小走りに裏手の方へ走っていった。そうだ。闇の中で、ゆうはちろうは急に、夢から覚めたように目を見開いた。そうだ。妻の顔だ。あの目元。 前のあたり、若菜の顔に生き写しだった。家の中は暗く、物音もない。外には風があると見えて、さらさらと泡のはずれの音が聞こえてくる。もう夜半を過ぎたであろう。傷の手当にも、作ってくれた黒りのかゆにも、 温かい愛情と真実とが痛いほど感じられた。目元や眉が似ているばかりではない。その愛情のこもった鳥なしの端々が、今は亡き妻の若菜をまざまざしく思い出させる。ああ、若菜、お前だった。優八郎は、 久しく口にしなかった妻の名を胸の震えるような懐かしさで呼んでみた。襖がすっと開いた。ほのかに10日の光が流れてきた。そして娘が足音を忍ばせながら入ってきた。もし、どうか遊ばしましたかいや別に大丈夫です。 何かおっしゃったように存じましたけれど、もしお苦しゅうございましたら、何でもないのです。ただ、あなたが死んだ妻のように思えたので、そう言いかけて口をつぐんだ優八郎の様子を見て、娘は去りかねたようにそっとそこへ座った。お眠りなされませんのですか ひどく疲れているのだが、目が冴えて眠れないのです。お重度の身で、こんな親切なご解放を受けようとは思わなかった。まるで夢のような気持ちです。そんなにおっしゃっていただくと、かえって恥ずかしいございますわ。娘は健康な膝の上、肉付きのみずみずしい手を重ねながら言った。 まだ申し上げませんでしたけれど、私に兄が一人ございますの。お兄さんがそれが三年前、大阪へ登って武士になるのだと申し、父や私のいさめも聞かず、家出をいたしました。今度の関ヶ原の合戦に、もしや、 何が加わっているのではないか加わっているとすれば、石田様方であろう。そしてあの、お気の毒な負け戦にあって、生きて落ち延びることができたろうかそれとも、討ち死にをしてしまったか父も私も、その心配で、夜も眠れませんでした。 私、あなた様を見ましたとき、すぐ石田様方のお侍だと存じました。そして、と、娘は申し訳のないことを打ち明けるように、少し口ごもりながら続けた。すぐに、兄の身の上を思い出したのでございます。そうですか。そうでしたか。 でも、そう申し上げましても、お怒りくださいませぬように。とんでもない。そう伺って、あなたのご親切が、なおのことを身にしみるばかりです。して、お兄さんのお名前は何とおっしゃるうちには、柏山という古くからの姓がございますの。兄は、 ジョウスケと申しますけれど。でも、武士になったとしましたら、名を変えていることだと存じますわ。柏山ジョウスケ。柏山。何度も口の中でつぶやいてみた。しかし、全く聞いたことのない名だった。もし娘の考える通り、 彼が西軍にいたとして、そしてもしあの戦場から落ち延びることができたとしたら、そのままここへ来ていなければならぬはずだ。今日まで姿を見せんとすれば、あるいは関ヶ原のつゆと消えたのかもしれぬ。あなた様は、これからどちらへお越し遊ばします ジブの殿のお行方を尋ねて、沢山の城へ入って、最後の一合戦をするつもりです。まあ、それは。と娘は、思わず驚きの声を上げた。それでは、あなた様はまだご存知ありませんのですか知らんとは何をです。沢山のお城は落ちました。 落ちた優八郎は愕然と声を上げた。それは本当ですかはい。いい脇坂。小早川の軍勢が攻めかかり、昨日の朝、とうとう落城したと、見てきた人の話で確かに聞きました。そうか。ついに、沢山も落城か。 絶望と悲憤とで、優八郎は身も心も打ちのめされてしまった。たった一つの希望、残された唯一の死に場所がなくなったのだ。優八郎の絶望をそれと察したのであろう。娘はそっとすり寄って、もし、あなた様さえよろしかったら、 心を込めた調子で言った。この家で、お怪がの幼女を遊ばしませんかそのうちには、ジブ・ショ様のお行方も知りましょう。それから、お駆けつけなさいましても遅くはないと存じますが。ありがとう。できればそうしたいのだが。ユ八ハシロはそう言いながら、娘の目を見上げた。 娘の目は朝の時のように涙を溜めていた。眉のあたりに男を哀れみ愛しむ温かい愛情が溢れるように滲んでいた。若菜。優八郎はそう呼びたかった。しかしようやくそれを押さえつけた。やがて娘はヤグの隅を押さえてから、 そっと次の前去っていった。明け方と思われる頃だった。さすがに連日の疲れが出て、ぐっすり眠っていた優八郎は、異様な人の叫び声に、はっと目覚めた。声は、家の裏手でしていた。荒々しい男のわめきに混じって、この家の娘の、 必死に押しとどめる声がする。嘘です。家には、父が寝ているだけです。黙れ。この干し物は何だ百姓の家にこのような品があるか。それは、ひ、ひ、拾った品です。面倒だ。踏み込め。あれ。父は十秒で寝ております。あれ。 だだっと通押し破る音に続いて、人の踏み込んでくる気配がした。この間に床を抜け出していた優八郎は、太刀をひっつかんで縁側の雨戸を毛放しざま、前庭へだっと飛び降りた。あ、逃げた庭へ回れそういう声と、娘の悲鳴とが、鋭く彼の耳を打った。外は深い朝霧だった。 優八郎は、痺れている片足を引きずりながら、懸命に泡畑の中へ飛び込んでいった。しかし遅かった。追い詰めてきた一人が、やっと叫びざま、体ごと後ろから飛びかかる。かわそうとしたが、浮いていた腰が砕けて飲める。その勢いをそのまま、散転して脱出しようとしたが、続いてはせつけた一人が、 獣のように吠えながら飛びかかった。八万彼は身をひねって太刀を抜こうとした。しかしそれより早く体の上へ二人の力がのしかかってきた。優八郎の跳ね上げた足は一人を六尺余りも飛ばした。一人の手首を噛んだ。それが精一杯の犯行であった。もういけない。 優八郎は、その時が来たと悟った。それで反抗することをやめた。縄をかけられて引き起こされた時、何よりも先に彼は、そこに立っている娘の姿を認めた。娘は、彫像のように固くこわばった顔で、わなわなと葬身を震わせていたが、立ち上がった優八郎を見ると、 引き裂けるような悲鳴を上げながら、地面の上へ崩れ落ちてしまった。貴公たちは、誰の組だ優八郎は振り返って聞いた。愚足をつけた三人の武士は、まだ肩で息をついていた。我らは、田中兵部太夫殿の家臣だ。そうか。では、念のために申しおくが。 この農家に罪はないぞ。拙者がこの娘を足しで脅し、訴えたら病歩を殺すと言って、無理に一夜を押しかけて止まったのだ。そんなことは本人へ言って言え。我らは借り出すだけが役目だ。飢えた野良犬もの犬狩りだ。ははは。三人は声を合わせて笑った。そこの娘。 優八郎は静かに振り返って。迷惑をかけてすまなかった。お前に罪のないことは、人称へ参って固く沈弁してやる。造作をかけた詫びを言うぞ。娘は答えなかった。そして地面に膝をついたまま、大きくうつろに見開いた目で、食い入るように優八郎の目を見上げていた。 別れる前に、尋ねたいことがある。お前の名を聞かせてくれ。松。松と申します。松。すまなかった。優八郎は、娘の目を見返しながら、心へ刻みつけるように呟くと、振り返って、さあ、引いて行け。と、高く顎を上げた。 もう何も考えることはなかった。行き着くところへ行き着いたものの、澄んだ、心よいほどに澄んだ気持ちだった。石山の陣所で一通り尋問され、三成の家臣だということがわかると、そのまま大津へと運ばれた。ご主君は、どう遊ばしたか。 何よりもそれが知りたかった。それで、大津へ引いて行かれる途中も、警護の者の言葉から耳を離さなかった。しかし結局は、安否を知ることができずにしまった。石山から大津までの間は、おびただしい関東軍の陣馬で埋まったようだった。勝ち軍に恵まれた人々の、 元気いっぱいな明るい談笑が至るところで湧き返っていた。沢山が落ちて、石田一族が炎上する城に準じたことも、その人々の小裸な話の中から聞いた。大津に着いたのは深夜を過ぎていた。その翌日、 ようやく日の昇った頃、本人の爆栄へ引き出された彼は、一瞬親と思った。爆栄の様子があまりに物々しい。誰の陣だろう。そう思っているとやがて、三つ葵の門を打った幕張の家へ入った。三つ葵は徳川の門である。それでは、 秀忠の陣かと思った。しかし、ほどなく正面に現れた人物は、髪の毛の中は白くなった、赤ら顔の、肥えた老人であった。同時に、左右に孤充してきた武将の中に、見覚えのある、本田忠勝の顔を見出して、雄八郎はさすがに驚いた。家康だ 家康だそれはまさに、徳川家康だった。旗本の武将たちに守られて、儲けの将棋へ静かに腰を下ろした家康は、まぶたのたるんだ細い目で、しばらく優八郎の顔を見守っていたが、やがて低い柔らかな声で呼びかけた。その方は、 ジブ醤油の家来だそうじゃな。いかにも。優八郎は公然と顔を上げた。ならば、ジブ醤油の居所を知っておるであろうが、どうじゃ。いかにも。ご主君はまだご無事だった。裕八郎は、飛び上がって観光したい大きな欲望を感じた。 ご主君は無事なのだ。どこかにまだ生き延びておわすのだ。そう思うと、一瞬前までの絶望の中に、かすかながら一筋の光が差してくるのを感じた。いかにもと彼は声高く答えた。主君、自分醤油の殿の御在所は知っております。それを聞きたいのじゃ。 ほう。五日や十日、生き延びられようとて、所詮福水は盆に帰らん。ジグ殿の名のためにも、早く始末をつける方がよかろうではないか。ジグ殿はどこにおられるのさぞ、お知りになりたいでございましょうな。聞かずにはおかぬじゃ。さて。 どうありましょうか老人の細い目が、その時、かすかにきらりと光を放った。そして、シワをたたんだ丸い指で、静かに膝をなでながら、あれを見、あの幕のそばにあるものを、と、右手をぐでしゃくった。そこには、一見して、 拷問道具とわかる者が、乾いた血の跡をどす黒くく滲ませて並んでいた。ハ八郎は、つくづくと見てから振り返った。攻め道具でございますな。体は弱いものじゃ。家康は、柔らかい、撫でるような声で言った。心はどのように固くとも、 人間の体が苦痛に耐えられる限度は知れたもの。今までに何十人となくその証拠を見せている。どうじゃ試してみるかの。試していただきましょう。優八郎は正面を上げて家康を眠つけながら言った。今より四日前。 関ヶ原の合戦に私は、金吾中納言殿の裏切りを見ました。秀明殿の裏切りの軍勢が、味方の側面へなだれ込むのを、この目ではっきりと見ました。弓や取る身にとって、見るべからざるものを見たのです。私の答体はその時、八に引き裂けました。 呂八郎の全身が引きずるように震えた。彼は喉も割れるかと思える声で叫んだ。その時私のご体は呪いと憤怒のために家八に引き裂けたのです。この体のどこにももう痛むところは残っておりません。お責めなさるがよい、徳川殿。私は 自分の殿のご在所を知っておりまするぞ彼の叫びは高く、幕張のうちに公然と響き渡った。家康の表情は少しも動かなかった。いやむしろ、その頼んだ瞳の下にある細い目が、いつか力をなくして閉じられさえした。 金吾中納言の裏切り。その一言が、家康の太い肝玉に、わずかながら、鋭い痛みを感じさせたのである。老人は間もなく目を上げた。あっぱれ申しおるの。家康は、低くつぶやくように言った。そこまで心を決められては、 いかなあ攻め道具も歯が立つまい。誰ぞその縄を解いてやれ。みんな懸念そうに目を上げた。縄を解いて逃がしてやれと申すのじゃ。そう言って家康は将棋から立ち。言うはしろとやら。と振り返って。ジブ殿に会ったら、 そう申し伝えてくれ。お人わらには惜しい家来を持たれる。羨ましいことじゃと。そして幕の彼方へ去っていった。人所から引き出され、木戸の外へと解き放たれた夕八郎が、石山の方へ歩き出したとき、後ろから名を呼んで追ってくるものがあった。 大畑様、お待ち遊ばして。振り返ると、意外にも、あの農家の娘、松であった。松殿、どうしてここへ大畑様。娘はそばへ馳せよると、泣き晴らした目をいっぱいに見開いて、夕八郎の目を見上げながら、すがりつくように言った。 私も惹かれて参りました。あなたもではやはり、拙者の言い訳は通らなかったのか。でも、今許されましたの。あなた様がお調べをお受け遊ばす様子も、幕を隔てて伺っておりました。おめでとう存じます。重ね重ね迷惑をかけて、詫びの申し訳がありません。 どうか許してください。私、本当にハラハラいたしました。娘は男と並んで歩きながら、詫び事を打ち消すように言った。あなた様は、ジブの殿様のお行方をご存知ないはずでございましょう。それなのに、あんなに幾度も知っているとおっしゃって、 もし拷問などにかかったら、どう遊ばすおつもりでございました。ああいうより他に言葉がなかったのです。優八郎は苦く笑いながら言った。侍ともある者が、しかも戦場で自分の主君を見失った。行方を知らんということができますか。たとえ攻め殺されても、知らんとは、 言えないことです。まあ、私、気づきませんでした。娘は、武士の生き方の厳しさに、今更ながら、驚きと尊敬等を感じた。その立派なお覚悟は、こうして無事に出ておいでになるもとだったのですね。もう、これで安心でございますね。 お約束通り、私の家へおいでくださいますでしょうあなたの家ユハ八ロは振り返ったが、すぐ元気な声で、そうです、参りましょう。と言って笑った。この傷では動きが取れません。しばらくご厄回になって、百姓のお手伝いでもするとしましょう。 本当でございますか娘は満面に突き上げるような歓喜の表情を浮かべながら男の顔を仰ぎ見た。本当です。優八郎はそう答えた。早くも彼は自分の後ろに家康からつけてよこした恩密の目が光っているのを感づいたのである。 彼が行くところへは、どこまでもついてくる目だった。今、御主君を探しに出ることはできない。いずれにしてもこうなる運命だ。娘の親切に任せて、当分は様子を見るより他に手立てはない。本当ですとも。優八郎は、つけてくる隠密に、聞けとばかり言った。 出社はこのまま百姓になろうかとまで考えていますよ。まあ大畑様。娘の明るい声が松並木に快い反響を呼び起こした。湖畔の道は清らかな秋の日差しを浴びてしらじらと石山の里へと伸びていた。